おはようございますゆうです今日はバラ折り紙で折りますバラを作りたいと思いますえ youtube でもですねバラを作っていらっしゃる方いましてそちらの方のですね URL を概要欄に貼ってはおきますが私とは少し違いますその方の方がもっと丁寧でですね細かく折っていらっしゃるので私の方が大雑把なのでご了承いただきたいと思いますえこの花ですね、えー、立体的なバラになっておりますので 浮き出てるんでですね平面ではないのでなので紙飾りですとか文化祭学園祭ですとか、えー、何かのイベントの時にですとかあと小さな折り紙を用いますとカードの隅に貼っていただいたりしてとても綺麗に仕上がると思いますので簡単ですのでちょっとだけ手間かかりますけれどもお試しいただければと思います。えー、またですね最近、えー、親しい方がお亡くなりになられまして、えー、その時もですね成果は棺の中に収めてんですけれども。 こういったですね。折り紙も少しですね。入れさせていただきまして。あれ？あ、近くのちょっとね。何これこうですか？あ、こうですね。このような形であ、これはまた平面の折り紙ですね。これとこれとこんな感じで一緒にお皿に持ってってもらいましたそれでですね。早速折ってみましょう。まず四角い折り紙。 こちらをですね、えー、半分半分に折ります、えー、半分半分こんにちはこんにちはをしていくんですね小さな正方形になりますこんにちはこんにちはしますこんにちはこんにちはでこうなったところをですね、えー、ここに開きがあるので三角にポンとします反対側も三角にして三角のテントを作っていただきますお料理のようでしょ これがですね今三角三角になったところですね、えー、こちらが富士山の山のてっぺんになります下の裾の方がですね足がひらひらしていますこのひらひらした足を、えー、富士山のてっぺんに両方持って行きます裏側もそうですね、えー、ひらひらとこう上に折っていただいて今度また輪ができますこれをまたこう開いていただく、えー、4箇所ありますので4個すべて開いていただきたいと思います そうするとこののよううになります。テントおちらをですね、えー、三角のテントのところだけ半分こう折れますので「こんにちは」をしていただきたいと思います。またこっちのスカートの方ですね下の方を見ていただくと、えー、こんななっているんですがこれをですねわーっと広げていただいて本当ですとこの赤いところがこう見えてるんですがこの赤いところを真っ白にするような形で折っていきます。 こうペタンとペタンと全くペッタンコにして大丈夫なんです。ペタンとこうします。ここのところが少しあの工夫がいって分かりにくいかもしれませんが、えー、こうなっていたところを本当はこうなってるんですね。こうこういう感じですね。こういったところをグーって開いていって、これがペタンとこう。 なればいいんですねそしてこちらのぺったんこにします裏側が必要になります裏面にしていただくと、えー、富士山のお山が出てきますそれから4カ所ですね小さなお山がこちらも起こしていただくと盛り上がります5個のですねお山ができます、えー、真ん中の大きな富士山ですね、えー、こちらに溝がありますのでこれを開いていただくとつかめる指が入れやすくなります、えー、こちらをつかんで要するにギュッとねじりたいんですねギュッと ぎゅっとねじって、えー、このようなクルンとした形にしたいので、指のかけ方は何指がどこの場所にというのはないので、えー、周りをソフトに握っていただき、こう真ん中の山を中心にぐるーっとねじっていただくことになります。ぐるーっとねじっていただくと、えー、先ほどのふえー、っとですね、バラのお花のおよその形ができます。 その形これそれぞれですねその時その時で形が私のとも違うんですけれどもあまり気にせず、えー、小さくなった時には広げていただいてもう一度グーってしていただいたり少しこう周りの花びらの様子を見ながらしていただき、えー、最後の仕上げとしてはこの縁、えー、ペンなどであのくるくるしてもいいんですが私は用紙を使います用紙でですねこう挟んでいただいてカ,カールですねくるんくるんと。 巻き外側にくるんくるんと巻きつけていくと綺麗なバラができますので、どうぞお試しになってくださいませ。では、今日はここまでといたします。ありがとうございました。